両手を膝の上で、両手をこう前持ってくるんですね。横じゃなくて前の。それで顎を引き、目をですね、こういう具合に前を向かないで、目は視線にこうした。どの国よりチーム。はい。でお互いに向かい合って礼を。あれですね。左右じゃあ。はい、ザレ。このザレの時もですね、頭をあまりこう曲げないように。もう一度やってください。それから、で左足、右足、で、手本体に構える。で、そこからお互いに歩み寄るわけですけれども、お互いに歩み寄りますと、こう真ん中に来る。しかし、その投げの方をやるにあたっては、なんて言いますか、あまり、ここで、ま、会うと、端っこに行ってしまう。そういうことで、受けはゆっくり歩いて、あるいは早めに歩いて、受ける側の方でミートする。ここで会う。During your demonstration, you need to perform try to on this about the center. So in order to perform your demonstration center, bouquet just a little bit step forward and totally step into the bouquet side. Hi, excellent. So then, what is this?センターに組もうとするところを取り渡さず組みながら引くと、お互いに組んでから動くのではなくて、ウケが右センターに組もうとするところを取りが組みながら引くというところですね。これが大事なんです。Please make sure ウケ try to grip first and take this opportunity. 取り will step back.そうですね。そして鳥は手を崩そうとする。手は崩されまいとしてまた進むわけです。鳥は手を try to break受けのバランス、but 受け try to keep your balance on your center. So that's why you need to make 受け need to make it one step forward.3歩目に技をほどですから、この動き方ですね、動き方もあまりこうゆっくりするのはおかしいですね。やはりある程度のこの保ちながら歩くということが大事です。鳥、when you make a step, you do not stop each step, so you need to keep moving each step. もう一度行きます。で、鳥は三歩目に膝をですね。大体右足の線に引っ張りながら左足を大体25度ぐらいの角度で下ろす。で、この左足が例えばこうなったり。
こうなったりしないように、この角度がですね、大きくなったり、低くなったりしないように、ということは、それから、目は自然に、何もこう見なくてもいいですから、見なくてもいいですから、投げたら自然に、自然の形で、On your third step, you need to put your one leg on your back, and you need to put one leg inside the about 45 degrees. Do not inside too much. And at the same time, you need to pull your opponent. And please pay attention. You need to keep your eyes straight. これとまあ 左も同じようにやるわけですけれども、まあ、左は、まあ、いいですよね、やらなくてもね。左が終わって、今度は背負い投げ。背負い投げは、この距離はですね、畳横2枚ぐらいのこの距離で一回やって、ここで受けが左足を踏み出しながら、左足を出しながら転倒をしていく。ここをこれはこういう具合に受けて、崩して背負い投げに投げます。はい、そこでやってください。もう一度やってみます。いいですか？投げないで。投げないで、入るところだけ、入るところまで。Okay.
ながら、
小さめにといいますか、その外側を受けが離されて、手の働きで大きく開いてるんですというふうに言ってますので、少し立ったままというよりも上体が受けは傾くというんでしょうか、そういうような崩しの状態に、崩された状態になると思います。それで相手に引かれて、外しすぎた内股メカサーコトリー will be inner circle and look here will be outer circle and トリー need to 崩し use your armAnd you can slightly bend your back like that. この時に受けの内ももですね、内ももを鳥の後ろももですよね、そこで引っ掛ける、それでさらにまた回すように、まあ投げるの難しいですから、そう言ってますけど、回すようにで、ここで受けが開くと構えます。So you need to make sure the weight of the swing。回転の流れの中で回すようにという形になると思います。でちょっと連続してお願いします。最近の試合で見る内股とはちょっと違いますので、そこを明確に見せていただけると、この、内股の、理屈がよく分かるんじゃないかと思います。ちょっとお願いします。You need to check the position of throw once again.相手がこう足の上でこうひらりとこうひっくり返るわけですね。ですからこの足の上でちょうど離れた足で相手の体が回りますので、だいたい足元に落ちる、この前の方というのではなくて、上げた足の下に落ちるっていう感じになるんだろうと思います。As you see, after you throw your opponent, your 受け will fall down by near your leg. It's not your floor.So if you have good enough kuzushi or logical theory, you can throw your opponent near your leg. もう一回見ます。ゆっくりやってるんですが、しっかり相手の足のここに入ってですね、この自分の足、ここを中心にして相手がこう回るという感じが見えてると思います。So he did it slow, but if you can use, if you sweep this position, you can slow on your, near your leg. ちょっとこれで投げてみてください。もう3回ですね。So, okay, so now please try to slow your opponent.右下になる。
So Tori, at the beginning, Tori need to push Uke forward. Something is that. これ押し返す。Uke because of Tori's pushing, make reaction, push back again. その時に足を入れ替えて、ちょっと今あの Uke の右足早いんですけども、足を踏み替えて、それでそれを持っている手を離して押し返る上に使います。Tori switch the grip, then step forwards. で、引き出されて足が揃うっていう。Because of Tori's 崩し。これで体を捨てながら、体を捨てながら足を含めに当てていくということなんですけど、できるだけお尻は左かかとのところで落とすということになってますが、実際には完全にくっつくというのは難しいようです。できるだけでここに近づけて Tori needs to put your hip as close as you hear as much as you can.これは受けは投げられるのはまあすぐ分かりますけど、受けの動作については書いてありますから、提示の時は。ただ、受けはこの状態から相手が入ったからには大きく右足を踏み出して、右の前回りを受け目するということですね。大きく出すということですね。Because of Tori's attack, 受け needs to stay here at the beginning, but Uke needs to try to stay there, but because of Tori's position, when you make Ukemi, Tori must be step forward, make a big step. それでもう一度同時にですね、Uke の問題じゃないんですが、当然、ランナーの場ですから、ランナーの最中に身についていることだとはいう理解だと思いますけれども、お腹に足を当てますので、その時に押されても下がるようでは技が成立しないわけですね。Of course, Tori have to make a reaction even if he put his leg. No reaction, do not always like that. ここでしっかりお腹で受け止めると言いますか。To make a defense, make the action. ここをしっかり押す、この時にはやられるわけということなんですが、言葉で言うと。で、こちらの方がお腹出してないと、しっかり出してないと、At the beginning, Tori will put your leg, but because of Tori's position, after that, Tori needs a chance to push against Uke. そこでしっかりお腹のところで力を入れて、手の体勢ができるので、Tori は足を当てて自分の体を捨てることができるということになりますね。If Uke make a reaction like that, so Tori will have a chance to throw by.実際の感じではもう皆さんご存じだと思いますけれども、受けの方は少しの力入れておけば、こちらの方も押して、最後の投げに入るときは非常に楽になるんですね。それを力入れちゃうとダメです。Please make sure when you do 受け、so you need to make reaction, make defense.
それで腰を抱えて、右手をお腹に横のところに当てて、抜き上げるように。I'd say the hand should be finger up.ゆっくりやることなんです。高さはちょっとありますか。まっすぐ。非常にいい形だと思います。トレーニーとスロー、両方ね、バックは。続いていきますが、はい、アイビオというところに住み返しになりますので、自己体ですね、大きいで、手の背部に当たっていくということと、それから肘のところですね、肘のところ、人間の手がなくて、この肘を当てるということですね。So, here's the explain about 自己体。So, right need to put the back.And also left, just do not grip the judo gi. ちょっと今仕事で先生にコメントもらえたら。頭こう右側にお互いに意識っていうのをやってますので、左にイメージなんかですね。ちょっと降りてみます。足は右足の内側に寄せると、大体この足が揃う感覚が近いように行きますね。でそれで、ひかがみの上部ですから、この辺のところに足の甲を当てるといいます。これも同じように受け輪の向きを踏み出して、受け身をするということになります。で受け身をするときは相手の手がこう入ってますので、このままこう抜いて受け身をするのでこのまま受け身をしていくということになりますね。この状態はちょっと難しいですけど、この状態から手を抜いていくんじゃないかと思いますね。Okay, トリーズフッキング by トリーズ受けインサイドアンピット。 受け cannot release. So inside トリーズアンピット you need to turn your wrist then take up my money.ちょっと逆にして戻る人もいますから、そこを、受けの、受け身のところに行ってください。So you better to make sure how big受け身。ではそのままですね。そのままです。これがいい形です。よろしいでしょうか。ご質問ありましたら、
負けですね。2度でひねってこう左に入るわけですけども、あの3度で、そこを相手の外くるぶしといいますか、この辺ですよね、そこを土踏まずの部分で、突っ込んで払っていくわけです。横からじゃなくて前に押すようにというと、方向としてもこういう方向ですね。本人はセカンドステップスタートで崩し、アンドサードステップもモアAnd the break your opponent's balance, and then sweep your opponent like this direction, diagonally forward. ステミアドですので、トリも相当相手にこう身を捨てるわけですから、ぶら下がるような格好になってほしいと思います。And this is ステミアド、so トリ also lean your back also.受けが転倒を受けてくる、取りがそれを裏投げに行こうとする、そういう動作がちょっと足りないというのを阿部先生のアドバイスいただきましたが、ちょっとそれを行こうとするというところをちょっと出してください。Please make sure on the first action, 取り try to throw by 裏投げ。Then 取り受け will be make defense.Use this reaction, you need to switch to your opponent. For the wicked reaction, you need to get the defense. You need to use your arm and bend your body together. And take this reaction, Torii will switch to Yokogurma. But the Yokogurma must be your leg should be slightly deeply inside. It's not stuff like that.相手が戻ろうとするところ、めくられるところ、戻ろうとするところを昔崩したんですね。手でこう曲げて、足を大きく開く。On the first step, Torii will try to break your opponent's balance, but you can't take the reaction. And also, this also, you can't take the reaction.
reaction, then you can show my brother. それで次はこっちですね。Muy bien.